コボちゃんのフィッシングチャンネル。一応ね、ちっちゃいベイトがね結構たくさんいるみたいなんで、あと水門と、カバー周りですね、それをちょっとやって終わりたいと思います。もうちょっとあれですね、まだね昼前ぐらいなんで、もしかしたらね夕方ぐらいなんだけどちょっとダメかもね。結構これも伸びましたね、植物が。なんか水があんまり良くないんですよね。なんでだろう。この濁ってる水が風で、風で寄せられてるのかな、この謎の濁った水がですね。どっから来てるのかな。ショアライン沿いにすごいなんか来ちゃってるんですよね。さあ。サクサクと釣れそうなとこだけやっていきましょうということで、いやー釣れないなまあ朝のね冷え込みは仕方ないとして、なんか沈んでますね。ここら辺も濁ってますね。すげえ濁ってるけど、どうしたんだろう。風がそんな吹いたわけじゃないんですけどね。雨の影響ですか、これも。雨の影響で、そんだけ濁っちゃったのか。目で壊す。あそこも引っかかっちゃいそうだからな。さあいいよいいよ。すごい濁ってんですよ。なんかそんなね風吹いてないんだけど。もともとなのかな、それがもともとなのかすらもよくわからないです。そこのから出てる水門から、そこのね水門から出てる、なんだろう、水が濁っちゃってんのか。波がすごいね。ジョイクロでね来た道を直リグで引き返したいと思います。強そうだけどね。目で壊すね。はい、ありがとうございました。日の出地区ワンドということでね、ダメでした。なんかもうちょっと風が足りないかなって感じがしますね。だからちょっとね、風が吹いているようなポイントにちょこっと行った方がいいのか、それともね、いわゆる水系と呼ばれるところ、ですね、本湖本流じゃないところ、そこでねちょっとじっくりと狙った方がいいのか、すごく今ね、悩んでおります。どうしようかなっていったところですね。はい、まだまだね霞水系シリーズはねいろいろ続くと思いますのでね、お楽しみにしていただけたら嬉しいです。ほんとね、景色しかお届けできなくて申し訳ないんですけどね、ちょっとねかなり頑張ってますよ。魚をお届けしようとね、はい、頑張ってますのでね、申し訳ないんですけどもね、情けないんですけどもね、ご了承くださいませということで、最後までご視聴ありがとうございました。ボボてっぺいことボボちゃんでした。もしですね、僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。